わずか2時間で8万8000稼ぐことに成功しました。どうもこんにちは、バイナリー投資塾の陽介です。今回の動画は圧倒的な勝率を誇る5分足の手法を伝授していきます。単発勝率 93.7% を誇り、なおかつエントリーポイントが1日50回以上ある安定的に稼げる手法となっております。この手法を僕の生徒であるバイナリー未経験の宇治君に使っていただいたところ、わずか2時間で8万8000稼ぐことに成功しました。バイナリーが未経験っていうより、投資自体経験がない状態からここまで稼げたのってすごくないですか？もちろん知識は一切ない状態でです。それほど再現性が高くガツッと稼げる手法なので、やる前から諦めているあなた、宇治くんもゼロからのスタートで結果を残しているので、まずはこの動画を最後まで見るようにしてください。で、本編に入る前に、バイナリーで本気で成功したいと思っている方は僕と必ず LINE でつながってください。僕とつながることで手法の不明点や悩みなどすぐにいける環境を整えられますので、稼ぐスピードがかなり上がります。それに LINE でしか聞けない有益な情報を配信してますので、気持ちを強く持たれているのであれば必ず登録するようにしてください。それではチャート画面に移動していきます。もうすでにインジケーターのが挿入されています。今回使用するインジケーターはこちらのデマーカーと ADX の2つとなりますので、ポイントの解説に入る前にインジケーターの導入用から説明をしていきます。まずこちらのデマーカーから挿入していきます。こちらのナビゲーター選んでいただいて、オシレーターの中にありますこちらですね、デマーカーを選択します。で、まずこのパラメータのところから期間を14で、まあこちらはデフォルトですのでそのままで大丈夫です。次にレベル表示からデフォルトですと 0.3 と 0.7 が入っているかと思いますので、一度すべてこちらから削除していただいて、このように 0.2 と 0.8 と追加をしていきます。こちら設定できましたら OK ボタンを押します。こちらのデマーカーっていうのは RSI と似ているオシレーター系のインジケーターになるんですが、 RSI や CCTI と違って一目で売られすぎまたは買われすぎが判断できるものになります。ただ一目でわかるメリットの裏腹にデメリットがあり、 RSI や CCTI と違ってデマーカー単体ではエントリー条件として判断するのは非常に難しいため、今回のように他のインジケーターと組み合わせて活用していきます。本来であれば 0.3 以下なら売られすぎ、0.7 以上であれば買われすぎとして判断していくんですが、今回の手法に限っては根拠を強めてますので数値をきつく設定しています。では次に ADX を挿入していきますね。同じくナビゲーターの一番上にありますこちらのアベレージディレクショナルムーブメントインデックスっていうのを選択します。そうすると設定画面出てきますので、今回メイン線は使いません。なのでパラメータのところでスタイルのみこのようにノーと変更し、その他はデフォルトで大丈夫です。次に色の設定でプラス DI とマイナス DI を使っていきますので、僕はこのように設定しています。で、もしこれ判断しづらいっていう方はロウソク足に合わせて見てもらうと分かりやすいです。こちらのレベル表示からこのように40と追加できましたら、こちらの OK ボタンを押します。で、こちらの ADX っていうのはまあもう皆さんご理解いただけるかなって思うんですけど、主に潜在的なトレンドの強さを測る手段として使用されることが多いんですね。メイン線はトレンドの強さ、プラス DI 線は買いの勢力の強さ、マイナス DI 線は売りの勢力の強さといった特性をそれぞれ持っています。ただ今回はメイン線は使わずにプラス DI 線とマイナス DI 線のみ使っていくので、シンプルに売り買いの勢力の強さをエントリー条件として用いてます。以上でインジケーターの導入方法と特性についてお分かりいただけたかと思いますので、早速実際のエントリーポイントを見ていきます。では今回のエントリーポイントと条件の方なんですけども、このように半エントリーの場合っていうのは ADX のプラス DI 線が40のラインを超えたタイミング、こちらを基準にしていきます。その際にデマーカーが 0.8 より上を推移している、このように上を推移していることを確認した上で次なしで半エントリーをかけていきます。そうするとこのように陽線ついてますので、しっかりと勝てているポイントになります。で、まあ、このように ADX のプラス DI 線が40のラインを超えたっていうことは買いの勢いが強いっていう判断ができるんですね。それに加えてデマーカーが 0.8 を超えているので買いの勢いが続いているっていうことがわかります。本来はこれを根拠に逆張り、まあ、要は買われすぎているからそろそろ売られるだろうって予測してローエントリーをかけていくんですが、
このエントリーポイントはまだ買いの勢いが残っているっていうことを指してるんですね。なので今回はそのタイミングを狙い撃ちしていくっていう章になります。次にこのようにローエントリーになるんですが、 ADX のマイナス DA 線が40のラインを超えたタイミングで、なおかつデマーカーが 0.2 より下を推移している、こちらですね。このマイナス DI 線が40のラインを超えたっていうことは、まず売りの勢いが強いと判断でき、デマーカーが 0.2 より下を推移しているので売りの勢いが続いているっていうことがわかります。なのでこちらの達成の次の足でローエントリーをかけていきます。そうするとこちら陰線ついてますので、しっかりと勝てているポイントになりますね。でまあこの章はエントリーポイントが1日50回ほどなので、他の章と比べてそこまで多くはないと思うんですね。ただその分かなりの勝率起こってるので、条件が揃ったポイントではほとんどの確率で勝ってるんですよ。なので安定的に資産を増やしたいっていう方には特におすすめとなっているので、まずはご自身でデモから始めてもらえればと思います。でこのポイント、ちょっとこちらよく注目してほしいんですけど、この章の注意点ですね。こういったエントリーポイントの場面って結構あるんですよ。というよりこの先絶対に出くわします。まあここで言うとデマーカーは条件満たしているのでこの辺は問題ないんですけど、 ADX のマイナス DI 線が40のラインに張り付いちゃってますよね。もちろん価格が迷ってるっていうのもそうなんですけど、何よりエントリータイミングが分かりづらい、間違ったエントリーをしてしまうっていう可能性があるので避けてもらう方がいいです。しっかりと条件を確認した上でのエントリーを心がけてください。それでは続いてのポイントになるんですが、このポイントですね。まず ADX のマイナス DA 線が40のラインを超えたタイミング、こちらを基準にデマーカーが 0.2 より下を推移してますよね。なのでこちらの達成の次の足でローエントリーをかけていきます。そうするとこちら陰線ついてますので、しっかりと勝てているポイントになります。でこちらは注意してくださいね。 ADX のプラス DI 線は40のラインを超えているんですが、デマーカーが条件を満たしてないのでこちらは注意してください。必ずエントリーは下げてくださいね。したらこのポイントでラストにしますか。 ADX のプラス DI 線が40を超えたところを基準にしていきます。そしてデマーカーも 0.8 より上を推移しているので、こちらの達成の次の足でハイエントリーをかけていきます。そうするとこちら陽線ついてますので、しっかりと利益を取れています。それではお待ちかねのワンポイントアドバイスお伝えしていくんですけども、それはエントリーを避けた方がいい時間帯です。鉄板中の鉄板で各国の市場がオープンする時間っていうのは相場が荒れやすいので、エントリーは避ける。その中でも東京市場がオープンする9時から10時、この間っていうのは圧倒的に勝率が下がりますので、エントリーは避けてください。これを意識するだけでもだいぶ安定はしてきます。で今回のまとめになるんですけど、まずこの章の避けてほしい時間帯、特に9時から10時の間は避けること、合わせて各国の市場がオープンする時間っていうのは相場が荒れやすいのでエントリーは控えるように、そしてエントリーの基準になるのが ADX が40のラインを超えたタイミング、プラス DI 線が超えれば買い目線、マイナス DI 線が超えれば売り目線として見ていきます。その際にデマーカーの推移している位置を確認、ハイエントリーであれば 0.8 以上、ローエントリーの場合は 0.2 以下を推移していることです。ただこれ注意してほしいのが、互いの条件が一致するまで待つとかっていうわけではないので、 ADX が40を超えてデマーカーの条件が満たされるまで待つっていうわけではないってことです。まあ少し分かりづらいかもしれないんですけど、 ADX が40のラインを超えてデマーカーが条件を満たしてなければ、そのポイントはスルーしてください。これらの条件が一致したことを確認した上で次の足でエントリーっていうような手法です。そして最後になるんですけど、今後投資で勝ち上がっていきたいという方は僕と LINE でつながってください。ここでしか聞けない有益な情報も配信してますので、ご自身のトレードを有利にしたいという方は必ず登録するようにしてください。 LINE の登録方法は画面の QR コードを読み取ってもらうか、この動画の概要欄にも URL が貼ってありますので、そちらから友達追加をしてもらえればと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ということで今回はここまで。